ユニコーンオーバーロード、指揮官の手引き、交流の心得編。殿下、今の解放軍はまだ盤石ではなく、仲間たちとの絆を深めていく必要があると考えております。確かに腕の立つ者を引き入れたとしても、部隊一丸となって戦うことができなければ意味がないな。その通りです。ですから今回は仲間との交流について解説してまいりましょう。仲間との絆の深さは親密度というものによって表されます。この親密度が一定以上たまれば、親密度レベルがアップし、さらに特定の者同士ですと親密度会話が発生することもあるようです。なるほど、仲が深まった者同士の交流を見られるというわけだな。だがどうやって親密度を上げればいいのだろうか。基本的には同じ部隊で戦うことによって上昇させることができます。また親密度レベルに応じて特定のステータスが上がる編成ボーナスを得られますので、部隊編成では親密度も意識すると良いでしょう。戦いの他にも仲間と交流する手段がございます。前回ご紹介した宿屋での食事もその一つ。メニューによって一緒に食べられる人数や親密度の上昇量が異なりますので、メニュー選びもなかなか重要と言えるでしょう。さらに復興させた町へ守備兵として配置した者には、殿下から贈り物を渡すこともできます。好みの品であれば親密度が大きく上昇しますので、よく考えて選んでみてください。そうだな、せっかく贈るのなら喜んでもらえるものにしたいところだ。交流を垣間見られたり、編成ボーナスを得られたりと、仲間同士の親密度も重要なのだな。今回学んだことで解放軍の基盤をより固めていくことができそうだ。ええ、次回は解放軍をさらに強化していくための育成について解説いたしましょう。ユニコーンオーバーロードは2024年3月8日発売。ご予約お待ちしております。